どうもマイキカラーです。はい、というわけで今回の企画、はい、心理戦バトル、イエーイ。日なんですけど、はい、ヒロが来てますと、はい、で、まあ、動画の兼ね合い上もしかしたらもうすでにヒロ出てる動画上がってるかもしれないんですけども、まあ今日の撮影日ヒロ来てるんですよね、はい、でまあ俺ヒロにね、まあ、ちょっとやり返さなあかんなっていう気持ちもあったんですよ、うん、まあ、あの女海賊ね、うん、ヒロにもうガチガチ恥ずかしい思いさせられて、うん、ちょっとまあやり返したいなっていう思い でなんか前からのためになるようなやり返しがいいなということで、うん、今回ですね、はい、ヒロには、はい、今ここにあります、タマベラ艦長洗濯バサミの、前から3トップ罰ゲーム、はい、このカードを持ってもらってます、はい、で、僕ら2人もこれプラスジョーカーあとハズレカード2枚の6枚を3枚3枚でここに伏せます、はい、ヒロは必ず3回引かなきゃいけないんです、うん、でそれを心理戦で、もうここからは騙し合いです、はい、俺たちがどこにこのカードにハズレはあるのかっていうのをヒロは見抜いてもらわなきゃいけないんです、だから一番調子よかったら1個だけでいけんの、とりあえずとりあえずあれやねんな、3回は引かなあかん、どれかは1個は確定やねん、1個は絶対引かなあかん、絶対絶対絶対やねん、絶対1個やるの、何もやらん動画なんてないねん、クソですね、そうで一番やばい、一番やばいのは2回罰ゲーム引くプラスジョーカーだから、もしかしたらタマベラ艦長これを引いたあとジョーカーを引くとタマベラ×に艦長かけに、もうほんまにそれはもうほんまにあかん、これほんまあかんと思う、いやっしゃー、出た出た出た、久々見た、久々見たわ、あってパマベラ受けてもう一回って受ける、いやもうこれはきつい、きついタマベラ2はきつい、もう無理や、でも聞いてやろ、タマがこの辺にある状態でもう一回受けたらどうなる、飛び抜けるよねはい、というわけでもここから心理戦が始まりますので、まあ、画角もねちょっと調整しながら楽しんでいきたいなと思います。早速いっちゃいましょう。はい、ということで今とりあえず適当には3枚ずつこうやって持ってんねんけど、はいはい、でも OKOK、 あ、なるほどねってなると、うん、これこっちもいいんちゃうっていう、あ、なるほどね、そう広がるずっと、うーん、なんて言うんやろ、俺はこれか、うん、俺ほんまに思い出ってのが今これやった、うんうんうん、か、もうあの何、なるほどね、そう、こんな感じやって、はい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 、そうどっちで行こうか、どれがいいかよな、うん、さっきので行く、どっちでもいい、あれやんな、2個白紙のカードがあってそれを引いたら俺は2個は回避、2個は回避できる、そう、うん、だからヒロは白紙のカードがどこに入ってんのかっていうのを当てたらいいね、当てたらいい、うん、そういうことやんな、そうどうする、いや、こうするか、ガチですね、結構長いですよこれこいついや、なんか言ったね、分けよ、これ分けよ、うまいこと分ける、うん、だから今もう言っちゃったからお前だから、うん、こうしようか、あ、そういうことね、オッケーオッケーオッケー、決まりました、はい、ではこんな感じで、こんな感じです、これを2人が3枚ずつ持っとくということでね、はい、で、これをもう今からここに伏せますので、ここに伏せると、はい、了解しました、まあ、何でも質問してもらっていいんで、相談してたのは一応見てたけど、はいはい、多分おそらくなんかわざと、うん、めちゃめちゃあからさまでなんか仕込みをしたかなと思って、はい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 、多分俺の予想は亮太が、うん、まあ亮太の方にそもそも白紙が2枚持ってあって、おお、2枚持ってて、おお、で多分亮太は拓に「いやこれは分けたい」って言ったのは、うん、おそらくジョーカーか白紙やと思う。なるほどね。そう、うんうん。でタクがなんかアホかみたいな、うんうん、はそれがネタのアホなんか、
りょうたの嘘に合わせたアホなんかちょっとわからんねんけど、うん、はい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 、で、結局それを買いね、うん、交換したと思う、交換しました、うんうん、はい、交換しました。で、そのあたり戻してない買ったと思うねん、そのままだよな、そのままその手のそのままそのままやったと思うねん、うん、で、俺が引きたくないもん、ジョーカーやん、まず絶対な、絶対、絶対いけるから、それ俺が思ってるのは、りょうたの方を2枚引こうと思ってる今。おお、いいよ、角の方にりょうたがあると思うから。おお、なるほどね。そう、でもその俺がせいやったらいいねんけど、うん、もしりょうたが、うん、白紙のやつをただ単に交換しただけやったら、うん、もう俺の予想はなくなる。まあでもいいんじゃない、うん、自分をこう信じて、自分を信じた方がいいよ。そうやね、うん、そうやね、うん、一応まあ、とりあえず1枚引くわ。ああ、ああ、メンタリスト大悟言ってたから言ってたけど、うん、運動とか運動バカはなんか真ん中やばいよみたいな、連絡って言うから、おお、お前ら二人も運動バカやと思ってるから、うん、ここはやっぱ引きたくない。しかも真ん中交換してたし、そもそもさっき、そうだね、すごいよ。真ん中どうしたの、取り替えてて、俺がやってそのどうかと思う、はいはい、真ん中は引けないっす。だから今もう言っちゃったからお前。だから、うん、こうしようか。なるほどね。入れ替えてないと思う。だから、うん、だからとりあえずこれ引くわ俺。え、もう見せたらいい。お、決まりました。ドンって。バーン言ってて。言ってな、何か。うん。だ発表します。はい。タマメラ、俺の予想当たってない。いや、それは分からない。もう俺らは変えられへんから、うん、はい、このままやろ、俺らは。うわー、もういっちゃいやなやつや、これあのズボンだけでいいんだ。パンツで。うわ、待って、どういくんですか。もうこのまま受けますよっていう、パンツで言えんの。パンツ何これ、なんかもうちょうど、あい、何なんか色分けしてくれてんだけど、色分けしてくれてんの、狙いやすいね。ちょ、行くのか、ちょっと待って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 、怖いねんけど、これもうやばい、いや、ほんまにやばい、ちょ待って、いや、待て、待ちだ、果物、待ちだ、広げて、足広げてとか、もうえっ、太ももに当たったら、そう、こうなるから、そう、だからちょっとこう、あ、そう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 、それめっちゃいい、あ、ちょっと待って、今、金玉、金玉がキュッて当たって、見えるか、あ、カゴ決めよう、もうカゴ決めよう、一瞬や、痛みは、いくよ、もう一回いいよ、あ、当たってへんかった、当たってない、お、素晴らしい、素晴らしいわ、素晴らしいですね、違うな、太ももだ、そう、それから、そうそうそう、それから、それそれ、いきます、あ、悪魔、悪魔、こいつら、クリーンヒットやったね、今のはヒットしました、クリーンヒットやったよ、あーちょっとクリスタルの続き、どうぞ、いいよもう、いやどうしよう、何も合ってないって言われたからさ、いや違う、ごめん、嘘だよ、嘘というか、そうそうそう、それも嘘かもしれないしな、もしかしたら全部合ってるかもしれないし、うん、もしかしたら全部の予想が合ってて、お前がたまたまあれを聞いてたかもしれない、そう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 、うわ、もうどうしよう、信じようかな、自分信じていいんかな、これも、うわぁ、似た顔さんになってる、似た顔さんになってる、ええんかな、ええんかな、ええんかなって、拍手は拍手にも言うてる、拍手がもし、ほんまに拍手欲しい、一回拍手狙うわ、マジで、うん、どうしよう、マジで真ん中怖いんよな、
ひらめいたか今。ひらめいたかもしれない。うん、どうぞ。タクのピッチャーには、うん、拍手だと思う。そう、理由は、うん、ごめんな、俺さっきからお腹減ってきた。やばいな、お腹減ってきた。ちょっとお腹減ってきて、ごめんごめん。なんとなくやけど、いや、わからんで、心理的なあれかわからんけど、基本トークのものってあんま取らんくない。なるほどね、心理的なものになっとったとして、はい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 、ジュースの羅列とかもさ、手前から行くもんな、絶対。手前から行くね、君。そうそうそう、今手前から、自分でそう言ったから、うん、奥行きます。おぉ、で、2枚目置くと。じゃあめくったらこちらに見せてくださいね。はい、ほんまに頼む。あなたが引いたカードはこれだろ。ワン、ツー、スリー、はい。ブルードゥーン感情。あーもうお前すげえな。もうお前すげえ。さあこれはお前すげえよ。これはすげえな。マジすげえ。逆に持ってるわ、やっぱり。もうほんまにやすごいわ、お前。はい、では感情のカード、ヒロ、ヒロ前からの罰ゲームトップ2ですよ。はい、これ2位です、今。うわ、もうほんま嫌や。え、どういうこと。何、逆メンタリストってこと、俺。いや、知らん、それそれ知らん。逆メンタリストか。自分追い込めるってこと。そういうことやろ。大悟やったら、うまいことこれは白紙なんですよ、でいけるもんな、絶対。おもくせくん、あ、大丈夫、こう壊れることはせん、さすがにほんまに、あ、これぐらい、あやばい、いいどうやった、入るかな、俺入らんと、すぎめっちゃ大きい、めっちゃ大きい、こんなの初めて、こんなの初めて。行こう、もうな、行こう行こう、サクッと行っちゃおう、サクッと行っちゃおう、行くとき言ってな、あ、それ絶対、ちょっとケツ開けてね、あ、そうそうそう、行くとき言ってね、え、誰じゃん、行くとき言ってなってさ、さっきからずっと沸騰とか小鹿みたいになってる。今、あの探してね、この辺、あ、いや、ちゃう、ここ、こっち行っちゃおうね、こことか言うやん、もしここやったらな、ここってクパーってクパーってしてるやん、クパーしてるやん、いい子やん、いい子やん、いい子やん、ちゃんとここやな、ここや、おい、爪切れ、オッケー、行くよ、はい、まだ大丈夫だ、大丈夫やったな、でもみんなが上がりつやすから、え、大丈夫なんや、すごいやん、だ感情強い系や、強い系よ、え、もうこれはごめん、玉メラ2回やったからいい、え、ちゃって、ちゃって、館長は結構個人差あんねん、そうタクとか食らわへんねん、あー、そうなんですね、あ、ほんじゃ俺だから政府の人です、あ、よかったよ、あ、よかったごめんよかったやん、よし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 めっ、これもいい、あ、2分1よ、もうすごいよな、2分の1で隠しやねんな、そうで、今もうワンツーは受けたやん、ワンツー受けたやん、だからどっちかっていうと、もうこれはもうジョーカーをいかに引かんかやな、俺と思うで、洗濯バサミでもええもん、もういやと思うわ、そうやねん、うん、そういうことやの、どういうことなんや、で最初なんそれもう多分な、逆メンタリストがわけわからんことになってるやろ、知ってんのかな、自分の心理が今まで全部外れてるから、いいかな、自分信じたらどれやったの、うん、だからほんまにヤバいと思ったのはこの2つやから、おお、うん、どっちかにジョーカーって思ってたから、うん、下げとったやんか、真ん中やんな、真ん中な、ヒロ真ん中こっち、真ん中こっちお前一番奥取ったから、一応教えとくわ、これは、これは多分ただのアホやったから、これは教えとくわ、うん、やろう、だからここが真ん中やった、そこは真ん中やったから、そこをダッシュであげるわ、あ、そうやな、うん、一応館長と、あ、そうやな、こうやって、そうやな、こうやって、だから、ヒロの作戦的にはこことここは大丈夫なんじゃないかっていうかっていう予想です、なるほどね、予想です、うん、ほんで最初の予想でいくと、お前はチャンヌが白紙2枚持ってるって思うんだよ、
そうだからチャンどっち引いても隠しの予想予想やっていくけど、うん、予想はそのパターンとちゃんとジョータージョーカー持ってて、あなるほど、ジョーカーを分けたいって言って交換してから、はい、タクがジョーカーを持ってると思ってる。あなるほどね、そう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 。お、超いやジョーカー白紙白紙を持ってたのかな、じゃあ両手もしかしたら、いやジョーカーしないじゃん。ごめんな、なんか水差すようでごめん。俺もペタッパペラ。お前いいじゃん、白紙もジョーカーじゃなかったわ。そういうところから自分の心理整理しようみたいな。もうぐちゃぐちゃなってるわ今も。うん、いや。最後行くわ、真ん中行くわ。おお。おお。で、かつ、うん、やばかった。多分。おお。はい。だって。すっと言います。はい。来い。行け。行け。ラスト一枚。行け。レッツゴー。だっ。洗濯ばさみ。うまいことジョーカーを避けただけで、いやもう行くで、うん、こうやって、おお、めっちゃ合ってる。だから俺最初すげえって思って、俺も思った、ヒロすげえと思って、なんとかせなあかん、なんとかせなあかんって、うまいったらこうやって、そうこれが正解やった。マジで、え、あのやりとりも合ってた、え、ほぼ合ってた、ほぼ合ってた、ヒロ最初合ってたよな、完璧に合ってた、びっくりした俺も、おお、すごいわって思って、いかにな、ちょっと俺らもな、そう惑わすかというか紛らわすかというか、そやん、やってくれた、これな、頭出ない、そやん、もう頭やられた瞬間頭分かんなくなって、なんかここまでは良かったんけど、なんかカッコつけてお前ら運動タイプやから真ん中に危険なやつ置くねんで、真ん中これやってんやな、俺ら何も意識しなかったよな、そんなあ、これ多分バカだな。はい、というわけで最後洗濯ばさみいきたいと思います。はい、どういうこと、こいつなんかずっと言ってたよな、うまいな、乳首触られて喉乾くやんな、うん、エッチチューマイやな、エッチチュー、乳首触られて喉乾くやんて、やっぱりほんまに水欲しくなる、もうこっちで挟んでやんな、うん、もう喉乾いてるの、喉乾いた、喉乾いた、あーあちょっと待って、ちょっと待って、いや、あかんない、一回抜いて、一回抜いて、めっちゃ痛い、ちょっと待って、あっかりっちゃ痛い、いけ、行こう、じゃあ最後の、何飲みたい、何飲みたい、水あ、ちょっと待って、もうちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと待って、めっちゃ痛いやん、これ、もうちょっと待って、最後水なんて言うの。はい、というわけで、はい、まあね、ヒロもやっぱりちゃんと前からの一員でしたね、うん、リアクションも20丸です、丸です、もう20丸、やっぱりヒロは持ってるわ、持ってる、持ってるな、うん、はい、というわけで別に今回はもうあの罰金なしで大丈夫です、もう100円ずつするわ、はい、僕ら3人が100円ずつさせていただきますので、ね、うん、楽しませてもらいました、はい、いただきましたので、バダイな、バダイ、バダイで、バダイクソ安いけど、クソ安いというわけで、また次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくねー。